皆さんこんこにちは一般的なサラリーマンの障害収入は1億前後と言われているのは有名な話です。より多く稼ぎたいのであれば一般的なままでは到底物足りないでしょう。誰も開拓したことがない分野で成功し創業者となるかタレントやスポーツ選手 YouTube のような芸能人となり国内あるいは世界的に有名になるか。 そのどちらにせよ年収が億を超える有名人は数多くいます。多くの資産を持っているということは死去した際の遺産相続についても考えなければなりません。今回はすでに死去した芸能人の中で遺産相続について特殊なエピソードを持つ芸能人たちについてご紹介していきます。高倉県1977年に八甲田山と 幸福の黄色いハンカチ」の2作品に出演し第1回日本アカデミー賞の最優秀主演男優賞と第20回ブルーリボン賞の主演男優賞のダブル受賞に輝いた俳優の高倉健さん主演となる映画「風に吹かれて」の準備をしていたものの2014年11月10日の午前3時49分に悪性リンパ腫のため 東京都内の病院で死去しましまた。5年ほど前に前立腺がんで手術を受けて症状は完治したものの定期検査で悪性リンパ腫が発見されたため療養していたそうです入院中の姿を見せたくないという理由から親しい関係者だけにしか知らせておらず容体が急変して意識不明になった後、死去したとのこと。高倉健さんが残した遺産は、 約40億円とも言われておりその遺産は高倉健が養女にしたという小田か月さんが全額引き継いでいます小田喜月さんは2023年の4月14日に NHK のドキュメンタリー番組「アナザーストーリーズ運命の分岐点」に顔出しでゲスト出演しました小田喜月さんの存在は高倉健さんが死去した直後に明らかにされたようで 一部の関係者しかか知らなかったと磁器モートが知ったのも死後半月経っってからだったそうです。高倉健さん遺族が高倉健さんの遺骨を小田樹月さんに求めたところ海に散骨したと説明遺産を全て相続した小田樹月さんは多い時は20代ぐらい所有していたといわれる高倉健さんの高級車や手を入れれば立派に使えるクルーザーを売り払い。 高倉健さんと住んでいたという世田谷区瀬田の家も跡形もなく解体し新築しました高倉健さんの痕跡を徹底的に片付けるようなその行動について小田喜月さんは「婦人公論」のインタビューで「生前高倉はプライベートを明かすことをよしとしませんでした」「やるべきことは高倉の意思を引き継ぎ名誉を守り続けるために粛々とことを進めること」 葬儀や散骨もその意思を尊重してのことと語りましたただ高倉健さんはこれまでプライベートについて公にしてこなかった神秘のベールに包まれた俳優として有名でしたまた小田木月さんは3月29日には「高倉健最後の季節」という本を出版し高倉健さんのプライベートについて綴りましたこれは生前高倉健さんから 僕のことを書き残してねと宿題を与えられていたため執筆に至ったとのことまた2019年10月30日にも高倉健その愛といいう本を出版していますこの本は高倉健さんとの日々を綴った式で病名を告げられた際の様子病室で鑑賞した映画最後の言葉が「慌てるな」だったことなどが綴られています。 これらのことから小田木月さんの行動は一部のファンや週刊誌の間で遺産目的では売名行為ではと疑問視されています。平尾正明、作曲家として霧の真子、の恋、渚のセニョリーナ、などがヒットし第9回日本レコード大賞作曲賞を受賞したことのある平尾正明さん。平尾正明さんは 肺結核で肩肺を切除して以来肺疾患が慢性化し晩年前は度々体調不調に悩まされていました2015年に肺がんであることが判明したのですがこの時は体力面を考慮し手術を行っていません呼吸補助器を携行しながら公の場にも積極的に顔を出していたのですが2017年5月に息苦しいと訴えたため 約一時は回復したものの7月13日に「蒸し暑く体調が悪い」と訴え病院で検査した結果肺炎の疑いと診断され再度入院していますしかし7月21日深夜に容体が急変し病院に駆けつけた婦人や数人の親族に見とられながら同日の23時40分に肺炎のため 東京都内の病院で死去しましたそんな平尾正明さんの遺産は印税を含め60億円とも言われていますしかし平尾正明さんが死去した翌年遺産をめぐりある問題が勃発しました平尾正明さんには3度の結婚歴があります最初の妻である服部明子さんとの間に長男を2番目の妻である小沢美雪さんとの間に次男と三男を設けそして 死去の4年前に5歳であるマネージャーだった女性と結婚しているのですが三男で歌手の優樹さんが3番目の妻が遺産を独り占めにしていると記者会見を開いて主張しましたまた優樹さんの公認会計士が5歳を「私業をたぶらかした5歳業ビジネスの極悪非道版」と非難すると5歳は会計士を名誉毀損で刑事告発しました。 しかし刑事告発は不起訴処分に終わり代わりに誤裁は民事で名誉毀損裁判を起こしています2023年01月11日に週刊誌の「リリ・ l i から公開された記事では名誉毀損裁判の証人尋問で会計士の証人として呼び出されたという次男の秋谷さんによる話が以下のように綴られていました父は 平尾昭音楽事務所など2社の代表取締役でした父の死後5歳は私が代表になるというので弁護士に相談すると秋谷さんと5歳が共同代表になれば2人の印鑑がないと何も決議できないと提案されそうするはずでしたところが後日音楽事務所の登記を見ると彼女が単独代表に弁護士もやられたねと。 僕は会計担当者から白紙を7枚渡され署名捺印しましたが僕も甘かったでも5歳がそこまでするとは思わなかったのです現在彼女は音楽事務所のものを好き放題使える状態でその場所は僕らの実家なのですが鍵を変えられ僕らは出入りできなくなっています屋敷高人1993年に。 東京が約60万枚の自己最高のヒットとなり1994年に全日本優先放送大賞の特別賞と読売テレビ最優秀賞を受賞した歌手の屋敷高人さん、2012年1月31日に公式ウェブサイトで食道がんを公表し治療のために活動を休止したものの1ヶ月で回復を果たし9月までは無理と。 宣告されていた退院も6月に強行するなどして主治医に回復の早さを驚かれたそうですその後も抗がん剤の副作用で通常1週間かかる入院を1泊2日で退院するなど豪快な様子を見せていましたしかし2013年5月に疲労による食欲不振や睡眠不足などによる体力低下を理由に再び休養これ以降 屋敷隆人さんがメディアに出演することはなく2014年1月3日未明に東京都内の病院で心不全のたため死去しましま屋敷隆人さんの遺産は大阪の自宅マンションの金庫にあった2億8,000万円の現金に加え預貯金有価証券ゴルフ会員券から国内外にあるマンションや不動産などで計10億円以上とされています。 屋敷隆人さんは亡くなる直前の13年12月29日に進行があった弁護士や側近であるマネジャーを入院先の東京の病院に呼び「帰給時遺言」の作成を依頼していたとのこと「帰給時遺言は」は式が迫り署名押印できない遺言者が口頭で遺言をし証人がそれを書面化する遺言のことで関係者曰く「屋敷隆人さんは」 ベッドに寝たきり、鼻にチューブがついていて痩せ細り話をするのも声になるかならないかというくらいの状態で手が震え氏名を書くのもやっとで自筆の遺言を作れるような状況ではなかったと聞いているとのことでした最終的に出来上がったという遺言書の中身は約10億円の遺産のうち6億円は大阪市などの3団体に寄付し残りは全て。 32歳のの妻でであるるささんに相続させるといううものだったそうです野崎康介和歌山県田辺市の資産家で紀州のドンファンと言われた会社社長の野崎康介さん野崎康介さんは和歌山県田辺市に7人兄弟の三男として生まれました地元の中学を卒業後働き始めコンドームを訪問販売する仕事で成功しそれを元手に。 投資や金貸しをを行うこととで数十億のの財産を築き奇襲のドンンファンと呼ばれていました美女4,000人に30億円を貢いできたと言ったり2016年2月に27歳の自称モデルの女性に現金600万円と5400万円相当の宝石類など合計6,000万円を盗まれた際には6,000万円なんて自分にとっては紙くず。 窃盗事件もいい経験だと発言したことから相当な資産を持っていたと言われていましたしかし覚醒剤を経口摂取され殺害された紀州のドンファン開始事件と呼ばれる事件で急性覚醒剤中毒により死亡しましたこの事件で重要視されたのは約13億5,000万円とも50億円とも言われた 野崎康介さんのの遺産の行方です。というのも紀州のドンファン開始事件の容疑者として逮捕されたのが遺産相続の権利を持っていた野崎康介さんの妻でありまた野崎康介さんの死去から3ヶ月後に長年の友人を名乗る人物が野崎康介さんから預かっていたとして弁護士を通じて「全財産を田辺市に寄付する」という旨の記載された遺言書を 裁判所に持ち込んだかららですさらに文春オンラインにより2023年の5月7日に公開された記事では6月20日の朝8時過ぎに田辺市旭ヶ丘にある野崎康介さんの会社であるアプリコの前に集結した和歌山県警により遺産が入っていると思われる鍵の見つからない巨大金庫の会場を目的とした大がかりな家宅捜索が行われたとして。 以下のようなことが綴られていました。アプリコには「5月26日に1度目の家宅捜索が入っている」その時金庫部屋に捜査員が入ったものの金庫の鍵が見つからなくて解場できなかったのだ金庫の鍵はドンファンが自分で管理しておりその場ではどうしようもないので捜査員たちも諦めたその後改めて田辺市内の鍵屋に依頼しこの日に解場することになっていた さすがはプロというかそう時間もかからずに金庫は開けられたんですアプリコ関係者で捜索に立ち会ったのは番頭のまこやん一人だけだった捜査員らとまこやんが固唾を飲んで見守る中2つの金庫が開けられたところがである大型金庫に入っていたのは古いスーツとネクタイなどそして小型金庫の方も土地建物の権利書などの書類が入っているだけだった そこにいる誰もが拍子抜けしましまた私も現金が入っているとばっかり思ってたんですけどこりゃ別のところにあるんだなと石原慎太郎「処刑の部屋」や「生産」といった現代の世相を鋭くえぐり出すのが特徴的な作品を多数発表し1995年から2012年まで芥川賞の選考委員を務めた作家であり政治家の。 石原慎太郎さん、2022年2月1日の午前10時20分に、東京都大田区の自宅で死去しました。去年は91歳、死因は公表されていません。ただ、死去当日に、長男の石原信明さんは会見で、膵臓がんを患っておりまして、本当によく戦い、頑張ったんでございますが、昨年の10月に再発をいたしまして、本日に至ったところでございます。 と語っていたようです2014年に出版した「私の海」には「葬式不要、戒名不要、我が骨は必ず海に散らせ」と遺言状に記したとする一方でかつての秘書によると「墓石には生卵報告と入れてほしい」とも発言していたとされています石原慎太郎さんには4人の息子がいます。長男で 元自民党幹事長の信明さん、次男でタレント気象予報士の吉住さん三男で首相補佐官の弘高さん四男で画家の信弘さん東京・大田区田園調布にある床面積にして340平方メートルの豪邸がこの4人の息子たちに相続されていたのですが報道された頃にはすでに不動産開発業者へ 物件を売り渡していたようですニュースや週刊誌などでの報道では次男の吉住さんがこの理由について以下のように語っていたとされています「死後の世界は無」というのが親父の口癖でしたならば残ったものが残されたものにとらわれることを望んでいなかったと解釈できます親父の真意がどこにあったのかは分かりませんが実家の建物がなくなることは自然なことだと思っています 先日、久ししぶりに親父の夢を見ました。10年前の元気な親父と楽しく酒を飲みました石原慎太郎さんの遺産額はこの豪邸を含めて約10億円とされています東京都知事の資産は政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例に基づき公開されておりそれによれば2011年の石原慎太郎さんの所得は 約3163万円でそのうち著書の印税原稿料などの事業所得は約860万円だったそうです。内井健山口百恵さんと共演した「赤い」シリーズでは山口百恵の父親役で山口百恵さんと共に一世を風靡し「赤い」シリーズの前作となる TBS 系ドラマ「顔で笑って」では主題歌の「 パパは恋人を山口百恵さんとデュエットした俳優の宇津井健さん2014年3月14日の午後6時5分愛知県名古屋市の病院にて慢性呼吸不全のため死去しました2013年頃から肺気腫を患い知人の医師が勤務する名古屋市の病院に通院していたものの死去の1週間ほど前から容体が急変3月11日には緊急入院し 処置を受けていたそうです宇津井健さんの死去を受けて主演ドラマザガードマンの企業モデルとなったセコム株式会社がオフィシャルツイッターにて追悼コメントを発表し長年の親友だった中田達也さんが私一人が取り残されたと個人を忍びました宇津井健さんの近隣者には仲が契約だった間柄もいなかったため宇津井健さんの遺産問題は 特にに騒動ななることはないとはいい思われていましたしかし津井健さんが死去した2ヶ月後に開かれたお別れ会で事態は一変津井健さんの長男と津井健さんの5歳である文枝さんの間に亀裂が入りましたお別れ会の案内状に文枝さんの名前が入っていませんでしたお別れ会を主催したのは津井健さんの長男だったためそれに文枝さんが怒ったのです。 40年前に知り合っていたという内井健さんと文恵さんは内井健さんの前妻である友里恵さんが逝去した後に名古屋で再会宇内井さんは東京の自宅と名古屋を行き来する日々を送っていましたが2013年秋に患っていた廃棄種が悪化したため亡くなる2週間前に正式に籍を入れてほしいと文恵さんにプロポーズし死去の5時間前に。 入籍したそうです死去の5時間前でも文恵さんはれっきとした妻であり相続人として数えられるためお別れ会の案内状から名前を省かれたのは文恵さんからしたら茅の外に置かれたことになりお別れ会までは相続を放棄すると言っていた文恵さんはその悔しさからか相続を放棄しないと切り替えたのです。文江さんは 相続財産である2億円といわれる豪邸をめぐって長男と争いました文江さんが自分の法廷相続分1分の2を主張するならば長男は自分の手持ちのお金で1億円を文枝さんに支払うかまたは豪邸を売却してそのお金で1億円を文枝さんに支払うこととなりますがこの豪邸は長男が住んでいる住居でもあるため豪邸を売却すれば長男は 住む場所を失うことになります志村健2004年4月15日から始まった「天才志村動物園」で MC を務め「志村けんの大丈夫だ」や「志村けんのバカ殿様」などで活躍したザ・ドリフターズのメンバーである志村けんさん新型コロナウイルス感染症に伴う肺炎のため。 国立国際医療研究センター病院で死去しました2020年3月15日頃から体調に異変を感じるようになったそうで19日には発熱と呼吸困難の症状が現れ訪問診察で重度の肺炎と診断されたことから東京都港区内の東京都西西海中央病院院に緊急入院21日に人工呼吸器に切り替えた段階から意識はなく。 入院の際に新型コロナウイルスの検査を実施したところ23日に陽性と判明したとのこと志村けんさんの資産の総額は10億円とも50億円とも100億円ともネットには書き込みがありますが実際のところは10億円というのが有力のようです不動産は自宅と熱海と港区麻布十番にマンションを所有しているようで自宅住所は 東京都三鷹市群れとのことで、相続税評価をしている。サイトによれば、住所は三鷹市で登記簿当本と言われるものの、抜粋を見ると、二室といって連なった。番地を二つ持ってらっしゃってて、こういうのは合計で評価するんですね。一方が百点八二平米、もう一方が百十五点九四平米、合わせて二百十六点七六平米があって。 相続税の評価に使う路線価といわれるものがここは29万5,000円なので相続税評価でいうと6394万4200円ということのようですまた「週刊女性」で綴られている元ホステスの話では20年ほど前ですが私が勤めていた銀座のクラブには週に34回は来ていました毎回。 ダチョウクラブの誰かなど何人か連れてきて支払いは全て志村さん100万円単位で置いていきました同じ日に何件か回っていたそうだから1日にいくら使っていたのかなってとあり資産はあっても消費が激しかったのかもしれません松方弘樹、1974年の NHK 大河ドラマ「勝海舟」で主演の渡哲也さんが病気降板となり代役に抜擢され 糸役で共演した西名子さんと婚姻になり、不倫関係に発展した俳優の松方裕樹さん、2017年1月21日の午前11時26分に事実婚関係にあった元女優と3人の事務所関係者に見取られ脳リンパ腫のため東京都内の病院にて死去しました2016年の3月に入り頭痛手足のしびれなどの体調不良を訴え始め 都内の大学病院を受診し、入院、検査の結果、脳リンパシトの確定診断を受けたことが公表されました。放射線治療、抗がん剤の投薬治療を行ったものの、治療の最中、脳梗塞を併発し、急激に体力も衰えていったそうです。松方弘樹さんの遺産を相続する人は、子供6人だと言われています。結婚をしている場合には、 配偶者がが必ず遺産相続人になります事実婚状態でも戸籍がなければ相続の対象にはなりませんので離婚した妻や内縁の妻である山本真理子さんは遺産相続ができません配偶者が2分の1を相続し残りを子供たちの数で割って相続するということになっていますが松方弘樹さんが亡くなった時戸籍上の配偶者がいなかったため遺産相続人は 子供6人とということになるのですまた松方弘樹さんの遺産はネット上で予想されているよりも少ないという噂も浮上しています生前の松方弘樹さんは豪快なお金の使い方で有名だったのですが2回の離婚の際別れた妻に巨額の慰謝料を支払った上住んでいるマンションのローンも引き受けていたようです松方弘樹さんは京都に家を持っていましたかつてはその家で 2人目の妻仁科明子さんやその間に生まれた子供二2人と過ごしたこともあったようです家というよりは邸宅というにふさわしい豪邸で広い敷地の中にはヘリポートもあったとかその家は仁科明子さんと離婚後に差し押さえられその後売却しています晩年の松方弘樹さんはマンションに山本真理子さんと暮らしていました 家賃100万円超えの物件だったそうですが松方弘樹さんが闘病生活に入った後にマンションを解約しランンンクを下げたたマンションに転居したそうです。それでも年収は5億円以上だと推定されているため一般人と比べると遺産は月とすっぽんでしょう。野村克也世界のプロ野球史上初の保守によるパ・リーグの三冠王を達成ベストナインを19回受賞。 パリーグ最多記録となる本塁打王を9回獲得打点王を7回獲得など数多くの記録を持つ元プロ野球選手で野球解説者の野村克也さん。2020年2月11日未明東京都世田谷区の自宅にて入浴中のまま浴槽でぐったりしているところを家政婦により発見され病院に搬送されたものの死亡が確認されました。 去年は86歳。死因は虚血性心不全で国内の週刊誌だけでなくニューヨーク・タイムズ紙も不法を報じて追悼記事を掲載し功績を紹介したようです野村克也さんは現役時代と監督時代の年俸に加え解説者としてのギャラや講演料などで障害収入は50億円を超えるとされています。また、 東京・大田区田園調布に豪邸を構えていました。資産家がなくなると著名人であればあるほど財産分与で揉めることが多いですが野村克也さんも例に漏れなかったようです。野村克也さんには前妻との間に生まれた長男に妻の幸代さんの連れ子で養子の旦野村さんケニー野村さんそして幸代さんとの間に生まれた勝則さんの4人の息子がいます。 本来であれば兄弟4人で財産を均等に分ければ終わりですがそう簡単には運びそうにない週刊誌では野村家親族の関係者から以下のような内情が語られていました実は野村克也さんの財産分与以前に2017年12月に休止した幸代さんの遺産分割で揉めていて未だに解決していないんです幸代さんの財産は 夫である野村克也さんが2分の1残りを男子ケニー氏勝則氏が3分の1ずつ相続する権利がありましたが財産といってもほほとんんどどどが自宅ななの不動産で、で現金はそれほど多くなかったんです。ところが男子は不動産を現物で取得する形での相続を望んでおらず不動産を売却して現金化した上での相続を要求していると聞いています。 それに対して勝則氏は、二人の思い出が詰まった家だし、終わりの住処にしてあげたい、と反対したんです。安倍晋三、後援会拡大会長会議で父親の慎太郎さんの後を継ぎ、次期衆院選に立候補することを表明し、2006年9月26日と2012年12月26日に首相に就任した安倍晋三さん、 2022年7月8日午前11時3時1分頃第26回参議院議員通常選挙のための街頭演説を奈良県奈良市の近畿日本鉄道大和西大寺駅前付近で行っていた際に手製銃で背後から2発撃たれそのうちの2発目が命中し心肺停止状態で死亡が確認されました逮捕された山上哲也容疑者が語った銃撃の動機が。 世界平和統一家庭連合への恨みであることが報じられると安倍晋三ささんと教団の関係性が注目されました国会議員の資産公開によると生前の安倍晋三さん名義の資産は選挙区だった山口県下関市の邸宅をはじめ安倍家代々の墓所や屋敷がある山口県長門市湯屋の土地山梨県鳴沢村の別荘などの不動産のほかに2,478万円の定期預金や株 ゴルフ会員権などで総額1億円超と報告されています資産公開では不動産は実勢価格よりもかなり低く評価される仕組みになっていることから遺産の相続税評価額は少なくとも2億3億円だと推定されているとのこと安倍晋三さんは子供がいないため法廷相続人は昭恵夫人と母親の陽子さんの2人。法廷相続分通りなら 恵夫人が3分の2で陽子さんが3分の1を受け継ぐことになります週刊誌の「週刊ポストが」が登記簿当本をもとに安倍晋三さんの不動産の相続手続きを調べたところ以下のようになっていたそうです下関市の高台に立つ時価2億円とも言われる邸宅と阿部家代々の墓所がある長門市の土地は昭恵氏が相続していた山梨県鳴沢村の別荘は 昭恵氏が一旦相続した後、令和4年11月13日に、昭恵氏から義兄の広信氏に贈与されていた。安倍氏は生前、資金管理団体、神話会をはじめ、県の桜を見る会、ご野菜パーティーを主催した。安倍晋三講演会、東京政経研究会、山口政経研究会、山口親友会という5つの政治団体を持っていた。 政治資金収支報告書によるとこのうち神和会には約5,210万円の資金があったが安倍氏の死後昭恵氏が代表に就任し政治的な財布も引き継いだ一方安倍晋三後援会山口政形研究会山口親友会の3団体は解散手続きが取られた解散にあたって山口政形研究会は 残金34万円を親和会に寄付し安倍晋三後援会は資金を使い切っていた安倍氏の元秘書が代表を務める東京整形研究会は現在も存続しているジャニー北川アイドルグループジャニーズの事務所創業者であり事務所に所属していた多数の男性アイドルに対して性加害を繰り返していたことが発覚したジャニー北川さん 2019年7月9日の午後7時47分東京都渋谷区の日本赤十字社医療センターでくも膜下出血により死去しましたもともとは2019年の6月18日午前11時30分ごろに自宅で体調の異変を訴えたため救急搬送されています旧ツイッター上にてジャニー喜多川さんが緊急搬送され入院した。 という趣旨の書き込みが拡散され6月19日には東京スポーツが北側の緊急搬送について報じましたそして死去当月となる7月の1日にジャニーズ事務所がジャニー喜多川さんが戒離性脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血で倒れ治療を受けていることを発表しました最後の公示となった2004年度の高額納税者番付によると ジャニー喜多川さんの当時の年収は推定約9億円。ジャニー喜多川さんが死去してからの総資産は約200億円、300億円と言われています。総財産額が200億円の場合は相続税額が130億9000万円で、300億円の場合は196億9000万円だとか。ジャニー喜多川さんは独身であり配偶者や子供はおらず。 第一順位の子はいないため法廷相続の観点から言えば姉ののメリーさんが唯一の相続人になるそうです。ジャニー喜多川さんがメリーさんへの相続を否定するような遺言書を残していない限りは個人資産は全てメリーさんのものになるとのこと2019年の7月16日に公開された「週刊誌『週刊現代』の記事では税理士により以下のような分析がされています。 ジャニーさんは個人資産だけではなく会社名義でも多額の財産を持っています会社名義の財産については株という形で相続されることになります例えばジャニーズ事務所の株式を50%ジャニーさんが持っているとするそうなるとその株はメリーさんが継ぐことになるつまり株の大半をメリーさんが相続することになれば会社は実質彼女の所有になります 終章優秀の美を飾りましょう今回たどった遺産相続について特殊なエピソードを持つ芸能人たちに関する意図はここまでになります最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた。